君の脳に直接届く妄想のプライムです。流行り紙2、次やっていきましょう。今日からいよいよ新しい話、第2話心霊写真です。どんな話なんだろうね。またここから始まるんだ。友達の友達。フレンドオブアフレンド。ね。やっぱ出るね。まあやっぱりこれがもうね、この作品の、このシリーズのすべてのキーワードみたいな感じだもんね。1861年、アメリカのウィリアム・ H ・マムラーによって、世界初の心霊写真が撮影された。写真技術には、銀板からフィルム、そしてデジタルの時代へと移り変わるが、心霊写真の真偽のほどは、未だ定かではない。レンズに付着したホコリが、偶然人の姿に見えただけだ。二重焼きして、修正を加えれば心霊写真は偽造できる。デジタルカメラに霊が映らないのは、過去の心霊写真がインチキだったからに他ならない。心霊写真を否定するための議論は、すでに出尽くしたと言っていいだろう。では、心霊写真は実在しないのか、霊は存在しないのか。もう本当僕が小さい頃、小学生ぐらいの頃ってよく心霊写真の番組とかやってましたよね。今は全然ないけどね。その問いに答えられるものは、今のところこの世にはいない。でもね、本コアとかも今なんか、可愛い感じになっちゃってるけど、昔もっと怖かった覚えあるもんな。警視庁非公認事件記録さ3、心霊写真。奈落というのをご存知だろうか。演劇の舞台の下に広がる真っ暗な空間を奈落という。舞台上には地下に通ずる穴がぽっかり口を開けている。この穴を通して役者が舞台上に現れたり消えたり、あるいは装置の上げ下げをしたり、早いな消えるのが。だがその語源はサンスクリット語で、地獄。つまり舞台という場所は地獄に続いていると言える。暗黒の黄泉の世界に通ずる穴、地の底から亡者たちがこの世に這い出してくる穴、死者の晴らせなかった恨みがこの世ににじみ出てくる穴。舞台にまつわる怪談話が絶えることがないのもこの奈落を有するせいなのかもしれない、頑張って文章覚えながら読んだんで消えても大丈夫でした。インド警部、三運送の事件に関する報告書、もうご確認いただけましたか？報告書？そんなんあったかいな。はばかりながら、昨日も一昨日も同じことをおっしゃっておられましたが。そうやったっけ？いやー、年取ると物忘れが激しいなってあかんな。パソコンが苦手でいらっしゃるのでしたら、これからプリントアウトしてお持ちします。でもこうやって見たら普通にいい秘書みたいな感じですよね。いい部下。そこまでせんでもええわ。そのうち適当に、昨日も一昨日も同じご返答いただきました。いつになったらご確認いただけるんでしょう。律儀なやっちゃな。別に備えしゃかり気にならんでも、うちは見ての通り暇な部署なんやから、もちっと肩の力抜いたらどうや。お気遣いは嬉しいのですが、私はこれでリラックス状態ですので。さよか。ほなもっとぐでーっとな。インド警部。まあ、いつもの感じですよね、今となっては。帝国通りに地下5階にある編纂室で登庁した僕を出迎えたのは、爽やかな朝にはとても似つかわしくない神経質な声だった。おはようございます、小暮さん。おす、おはようございます先輩。今日もまたですか。ええ、朝一からこの調子で。鴨泉警部補がこの編纂室に移動してきてからすでに1ヶ月が経つが、こんな状態が毎日のように続いている。騒ぎのもとは言うまでもなく鴨泉かごめ警部補だ。こうして暇さえあると警部を質問攻めにしては、その怠惰な勤務態度について延々と説教をしている。警部の勤務態度に関しては、僕も小暮さんもここに来てからずっと疑問を覚えていたことだから、更生してくれるに越したことはないが。おそらく、鴨泉警部補が100年粘っても、あの人の態度を変えるのは難しいだろう。とは言うものの、鴨泉警部補もそう言われて、おとなしく引き下がるような立ちではないから、僕と小暮さんは身を低くして嵐が過ぎ去るのを待つばかりだ。インド警部、どうしてあなたほどの人材がこんな窓際部署で無駄に時間と才能を費やしておられるのですか。あなたほどってうちはそんな大した人間とちゃうで。どうやら今日は泣き落としに入っているようだ。鴨泉警部補は案外少年課あたりで非行少年を補導するのが向いてるんじゃないだろうか。いいえ、警部が書かれたサイコパスによる犯罪の傾向とその内面心理についての論文拝読しました。
あの論文が書かれたのは、まだ日本に本格的にプロファイリングが導入される以前のはずですが、それを感じさせない深い考察がなされていて。そんなん書いたかいな。人違いと違うか。いいえ、確かに引導乱子と書かれていました。警部がそんな論文を書いていたとはまた初耳だ。引導乱子などという珍しい名前がそうそうあるとは思えないから、一応本人が発表したものであることに間違いないだろう。だからといって、実際にそれを書いたのが本人とは限らないわけだが。あんなにも鋭い洞察力を持った方が、このような得体の知れない。聞いておられますか、警部。鴨泉警部補が叩く机の音はいつにも増して大きく響いた。聞いてる聞いてる、ちゃんと聞いてるで。お、なんや来てたんか、もうそれ。あ、はい。ちょうどええわ。うちの部署におあつらえ向きの事件が起きてるようやから、鴨泉連れてったってくれへんか。警部、まだお話が途中です。その冷静な言葉とは裏腹に、鴨泉警部補は眉を引くつかせている。例えるなら、噴火寸前の活火山といった感じだろうか。まあまあ、そう目くじら立てんでもええやろ。それにな、そんな怒ってばっかやと、小じわとか増えるで。鴨泉も若くないやし、少し落ち着かんと。な、鴨泉警部補って何歳ぐらいなんだっけね。引導警部のカウンターパンチのような言葉に、鴨泉警部補は面食らったような顔をするが、心なしか顔が真っ赤になっていくのが手に取るようにわかる。警部、あなたという人は、落ち着いてくださいよ、二人とも。どきなさい、モーソル君。まさに一触即発といった雰囲気にたまらず、僕はすかさず二人の間に割って入る。が、いきなり怒鳴られるなんて、今日はなんて薬味なんだろう。おまけに後ろでは。朝からそんな怒っとると、血圧上がるで。ほな、あとは任せたで、モーソル。同い年のよしみで、鴨泉を慰めたってや。あ、同い年なんだ。何歳だっけ27、8とかだっけね。警部。鴨泉警部補の怒号が耳元で炸裂し、脳天にキーンと大きな耳鳴りが続く。あ、今響くだったかな。僕の同い年ってことは、鴨泉警部補も24歳ってことだけど、24めちゃめちゃ若いよね。ほぼ新卒。それはそれで、なんか落ち込んできた。階級どころか年も一緒の人に、こうまで偉そうにされていただなんて。そうだね。先輩、お疲れ様であります。そんな僕の心中を察してか、小暮さんはそれ以上何も言わず、肩にポンと手を置いてくる。まあ、いつものことですよ。引導警部も絶対に確信犯ですし。でありますな。そうして遠くから眺めていると、やがて引導警部は、速射砲のような鴨泉警部補の文句に、バリバリと頭をかき始める。もうわかったから、堪忍してや。話し合ったらいつでもできるけど、事件は待っててくれへんで。それもそうですが。もうそれ、小暮。呼びつけられて僕と小暮さんも、鴨泉警部補と並び、警部の前に立つ。自分ら、劇団千年期っちゅうの知っとるか？自分は知らないであります。僕も、日本でも有数の規模を誇る劇団ですね。都内に稽古場が併設された劇場を有しているはずですが、劇団式的な感じかな。そうらしいな。実はそこで殺人事件が起きたんやが、その証拠品として心霊写真が提出されたそうや。心霊写真？そうや。現場は佐々木のおっさんが仕切ってるんやけど、あのおっさんも大概石頭やからな。写真をよう見もせんと、そんなん事件には関係ないっちゅうで降り出して、我々にお恥が回ってきたということでありますか。せや、佐々木のおっさんにしてみれば、心霊写真なんてわけのわからん証拠品を振りかざすような証人の相手なんぞ、したくないんやろな。幸いうちは揃って暇人ばっかりやから、鴨泉に編纂室の仕事を教えるにもちょうどいいチャンスや。その心霊写真っちゅうんがどれほどのもんか確かめてきてくれへんか。わかりました。警部は佐々木のおっさんなどと気楽に言っているが、殺人事件の現場に出張っているとなれば、捜査一課の佐々木の隆起課長が相手ということだ。佐々木課長の下で働いたこともある僕にとって、正直言ってやりにくい相手である。しかも今回はトラブルメーカーの鴨泉警部補も一緒だ。同じような不安を小暮さんも抱えているらしく、早くもへきへきとした顔をしている。だが仮にも上司命令とあっては断るわけにもいかない。僕らは劇団千年期の劇場へと向かうことにした。佐々木さんってあれだっけ？前にそういうこと道明寺が出た時にいた、めっちゃ怖いおっさんだっけ？今までなら現場で向かう車中では、小暮さんと世間話や事件のあれこれを話し合っているのだが、事件の詳細がわからない今回はそうもいかない。僕はひとまず当たり障りのない質問を鴨泉警部補にぶつけてみた。
何を聞こうか。鴨泉警部補は演劇がお好きなんですか？鴨泉警部補は心霊写真を信じますか？鴨泉警部補の趣味って、趣味聞いてみたいな。心霊写真を信じますか？もう信じないって答えしか返ってこないのが分かってるんで、下の趣味聞いてみようか。ちょっとこれ使っちゃうけど、カリッチポイント。鴨泉警部補の趣味って何ですか？僕は恐る恐る聞いてみた。相手が普通の人なら至極当たり障りのない質問のはずなのだが、どうやら相手が悪かったようだ。それ、これから向かう現場と何の関係があるのかしら。明らかに鴨泉警部補の視線が冷たい。いえ、ただ無言で向かうのも味気ないと思って。そうやって時間を浪費していると本当に大事なものを逃すことになるわよ。ああ、すいません。恐縮であります。まったく、閉鎖室はどうしてこうものんきなのかしら。それがいいところでもあるかもしれませんよ。そんなわけないでしょう。鴨泉警部補の苛立ちがどんどん募っている。やばい。結局聞けなかったな。そこまで僕は怒らせることを言ったのだろうか。運転している小暮さんも突然の彼女の沸騰に目を白黒させていた。そののんきさが大事な才能を潰しているの。あれほどの論文を書く印藤警部がどうしてこんな感触に。鴨泉警部補は先ほどの印藤警部とのやりとりが消化不良のようだ。それから僕と小暮さんは彼女の独り言とも説教ともつかない愚痴を延々聞く羽目になった。そのうんざりする時間に音を上げようとしたとき、僕たちを乗せた車は現場に到着した。劇場周辺にはすでに捜査一課の車両があちこちに止まり、鑑識が慌ただしく出入りしていた。警察手帳を見せ、所轄に案内されて劇場内部へと踏み込む。勝手な思い込みで小さなテント小屋のような劇場を想像していたのだが、実際には大違いだった。ワインレッドを基調としたシックなデザインの劇場は優に500人は収容可能だろう。本来なら観客で賑わうはずのロビーも、今は警察関係者が険しい顔で行き来している。壁に貼られた公園のポスターだけが地味な色合いの警察関係者の中にあってやけに浮いて見える。その合間で肩を寄せ合い、深刻そうに会話を交わしているのは劇団の関係者だろう。揃いの T シャツを着て、互いに不安げな視線を巡らせている。やっぱりこの芝居再演なんて書けない方が良かったんだよ。辻さんのたたりとか、まさかね。ひそひそと会話を交わすスタッフたちは、僕らに気づくと、軽く会釈をして走り去ってしまった。走り去ってしまったの？聞かれたくない話だったのだろうか。まあそういうことだよね。ロビーにしつらえられたソファーを囲むようにして、佐々木課長が部下に指示を出している姿を見つけ、僕は小暮さんと鴨泉警部補を引き連れて駆け寄った。ご無沙汰しています、佐々木課長。やっぱこの人だよね。もうするか。ふん、こんなところに何の用だ。インド警部の指示で捜査に来たんですが。本当によこしてきたのか。まったく余計なことを。予想はしていたが、やはり僕らは招かれざる客だったようだ。佐々木課長殿。ご無沙汰しているであります。ああ、官庁の小泉総一郎巡査部長であります。今警視庁警察支援参室にてモーソル警部補殿の部下を務めさせていただいているであります。ほう、一人前に下がついたのか。そっちもか。関課長の鋭い視線が鴨泉警部補の前で止まる。警察支援参室に配属されました鴨泉かごめ警部補です。どうぞよろしく。ふん。鴨泉警部補が差し出した右手を一別して、関課長は握手に答えようともせずに言った。窓際部署がどこで暇を潰そうが知ったことではないが、捜査の邪魔だけはしないでもらおう。しかし僕らは、印藤警部に頼まれて証拠品の検証を。心霊写真だとか騒いでいるあれか。そんなもの、見間違いか何かに決まっている。事件に関係あるかどうか我々が確認し、必要ならば叱るべき部署に鑑定を依頼するだけだ。お前たちの出番はない。ですが、くどいな。はっきり言われないとわからないなら言ってやる。警察支援参室など現場にいても邪魔なだけだから、とっとと帰れと言ってるんだ。やなやつー。取り付く島もない態度だ。さて、どう言い返したものかと悩んでいると、鴨泉警部補が、なんだこれ、くちばしかな。なんとかを挟んできた。関課長、お言葉ですが我々とて、ただの素人ではありません。捜査一課では見落としているかもしれない。事件の重要な証拠を発見することもあるかと思いますが。何？事件捜査のプロである我々捜査一課に
手落ちがあるとでも言いたいのか。そうではありません。ですが捜査一課とは異なった角度から事件を検証する目も必要であり、かつ有意義なのではありませんかと申し上げているだけです。それが邪魔だと言ってるのだ。では課長はこの事件の捜査に最善を尽くさず迷宮入りしても構わないとおっしゃるのですか。誰もそんなことは言っていない。そうでしょうか。先ほどのお言葉は明言こそされていませんが、はっきりと我々の協力を拒否する意向を示すものかと思われます。そうして限界から圧力をかけておきながら、自分はそんなことは口にしていないと言い逃れをするのは、日本の官僚たちが培ってきた悪しき習慣の。ああ、わかったわかった。もういい、勝手にしろ。いいね。鴨泉警部を優秀。一時はどうなることかと思ったが、どうやらこの勝負は鴨泉警部補の勝利に終わったようだ。課長は苦虫を噛みつぶしたような顔で鴨泉警部補を睨みつけている。現場に出入りすることは認めてやる。ただし捜査資料の提供まではせんから、あとは勝手に心霊写真でも何でも調べてろ。その代わりちょっとでもこちらの邪魔をしたら、上に掛け合って現場から叩き出してやるから、そのつもりでいることだな。ご協力感謝します。ふん。最後に僕を人睨みし、課長は肩を凝らせて立ち去ってしまった。快諾も得たことだし、早く捜査を始めましょう。快諾じゃないけどな。ええ、しかし意外ですね。何が意外なの？いや、鴨泉警部補がこんなにも編纂室の仕事にやる気を持っているというか、やりがいを見出しているとは思っていなかったので。モンソル君、勘違いしないでほしいんだけど、私は別に心霊写真とやらを調べたくてこの現場に乗り込んできたわけじゃないのよ。とにかく現場に入り込んでさえしまえば、プロファイリングをもとに事件を解決に導ける。そうして編纂室の評価を高めていけば、インド警部もやる気を取り戻してくれるかもしれないでしょう。すごい逆に上司思いだよな、本当。はあ。たとえ事件を解決に導いたからといって編纂室の評価が上がるのかも怪しいものだが、インド警部のやる気が出るかどうかなんてもっと怪しいところだろう。どうやらこのプロファイラーはインド蘭子という人物をまだ見切っていないようだ。もっともここで鴨泉警部補のせっかくのやる気に水を差すのも無粋というものだから、僕も小暮さんもそこはあえて口出しせずにうなずくだけにとどまった。事件現場は劇場内だったわよね。行きましょう。分厚いドアを押し開けた先には広大な空間が広がっていた。総会の座席がずらりと並び、2階にも張り出すように客席が広がっている。立派な劇場ですね。真正面にあるステージではドンチョウが上げられ、全ての照明が灯されて慌ただしく行き交う警察関係者の姿を照らし出していた。早速小暮さんが近くにいた警察官から事件の概要を仕入れてきた。聞いたところによると、今回亡くなったのは五十嵐リオなる劇団の女優だそうであります。五十嵐リオ、確か千年期が今一番力を入れて売り込んでいる女優だったはずよ。これからって時に運が悪かったわね。おっす。五十嵐さんは間もなく初日を迎える芝居の主演女優を務める予定だったそうでありますが、遺体が発見されたのは今朝8時過ぎ。発見者は佐伯さんという制作の方だそうであります。遺体が発見された場所は舞台なんですよね。おっす。よく役者がインタビューなどで舞台の上で死ねたら本望なんてことを口にしているが、それが初日を目前に控えてのことでは死んでも死にきれないだろう。ましてや今回は他殺の疑いもあるのだ。僕らは複雑な気持ちで客席の間を通り抜け、遺体発見現場の舞台に上がる。現場を警備している警察官に尋ねてみた。警視庁の者ですが、第一発見者の方は今どちらに？あちらでおかけいただいてます。差し示されたのは舞台袖だった。そこでは一人の男性が力なくパイプ椅子に腰掛けている。あの人の名前はわかりますか？はい、佐伯達彦さんです。警備の警察官に名前を確認した後、僕たちは第一発見者の元に向かった。失礼します、佐伯さんでいらっしゃいますか？そうですが、あなたたちは、なんかそれ爽やか意気表示だな。警視庁のモーソルと申します。こちらは同僚の鴨泉警部補に小暮巡査部長。僕の言葉に合わせ二人が軽く会釈する。もう何度もお話はされていることかと思いますが、改めて少し聞かせていただいてもいいでしょうか？ああ、いいですよ。どうせこんな騒ぎじゃ公演も延期になるだろうし、いや中止かもしれんな。肩を落としてそうつぶやく佐伯さんの手の中では
携帯電話がひっきりなしに着信を告げている。出なくていいんですか？携帯電話。いいんですよ、必要なところには連絡済みです。どうせマスコミが嗅ぎつけて騒いでるんでしょう。ヘキヘキとした調子でそう答えて、佐伯さんは携帯電話の電源を切ってしまった。それで何をお話すればいいんです？そうですね、聞きたいことはいろいろある。ではまずは何から確かめるべきだろうか。遺体の発見状況について、五十嵐莉央について、入り口のセキュリティについて、まずは発見状況、まあ、上から聞くのが良さそうだね。遺体の第一発見者は佐伯さんだそうですが、その時の状況をお聞かせ願えますか？他の刑事さんに話した通りですけどね。朝いつも通り併設の事務所に出勤して、こっちの劇場の明かりがついていることに気づいたんです。うちは劇場と事務所、それに稽古場も全てが同じ敷地内にあるから、早く来た役者たちが各々あちこちでウォーミングアップや自主練をしていることもあるんですよ。今日も誰かがいるんだろうと思って覗いたら、舞台の上に五十嵐が横たわってたんですよ。すごい体勢に見えるね。そう言いながら佐伯さんは舞台中央を指さす。そこにあったはずの遺体はもう運び出され、今はその位置を確認するための白いロープと鑑識が立てていった札があるだけだ。さて、他に聞くべきことはあるだろうか。まあ、五十嵐莉央について。被害者の五十嵐莉央さんですが、誰かに恨まれていたとか、そういう話を聞いたことはありませんか？そんな話は全く聞いたことがありません。彼女はとても性格も良く努力家でした。劇団には6年在籍していて、今回の主役でもある。長く彼女を知っている人であれば嫌うはずはありませんし、もしそうだとしたら安藤も主演になどしないでしょう。なら外部のものではどうでしょう？ストーカーとか。そんな話は全く聞いたことがありません。刑事さん、勘違いしているかもしれませんが、芝居の世界は泥臭い世界なんです。一人のスターの下に数千人の無名の役者がひしめき合っているんです。確かに彼女は看板でしたが、熱狂的なファンがいるほど有名ってわけじゃありませんよ。被害者の五十嵐さんには失礼だが、言われてみれば僕も今回の事件まで彼女のことは知らなかった。もし佐伯さんの言葉が本当だとすれば、外部の犯行ではない可能性が高いということか。彼女を殺した動機に感情的なものが含まれているのだろうか。それが彼女自身に隠されているのかもしれない。さて、他に聞くべきことはあるだろうか。まあ、セキュリティについて。入り口のセキュリティですね。ああ見えて意外にしっかりしてますよ。役者というのはその時の心境さえも芝居に出るデリケートな職業ですからね。だから芝居に専念しやすいようにセキュリティは最新のものにしてあります。具体的にはセキュリティカードです。佐伯さんは現物を見せてくれた。名刺ほどの大きさのプラスチックのカードだ。これがなければ中に入れません。記録はどこに保管されているのですか？事務局です。そこで劇団関係施設の入室記録がなされます。事件当時の記録をもらえないかしら？いいですよ、では後ほどファックスします。意外としっかりとしたセキュリティのようだ。察するに、よほど熱心なファンに何かされたのかもしれない。まあありえるよね、それならね。しかし、それは僕らの捜査範囲外だ。可能性を排除しよう。だから心霊写真だよな、やっぱ気になるのは。小暮くん、遺体状況は聞いてる？おっす。死因はまだ判明しておりませんが、頸部、肋骨、肩など、数箇所に激しい骨折の跡が見られたそうであります。モーソルくん、ここから推定される状況は何かしら？状況ですか。遺体の特徴から推定される状況とは、高所から転落したのだろうか、殴られたのだろうか、首を絞められたのだろうか。転落した可能性ないかの変ななんか曲がり方してたもんな。高所からの転落でしょうか。そうね、ステージは板張りになっていて硬いし、それなりの高さから落ちればこういう遺体状況になってもおかしくないわ。見上げた天井は遥か高く、鈍柱やライトがあちこちから吊るされている。渡り廊下みたいなものが渡されているのが真上に見えた。岩井さんはあの渡り廊下みたいなところから落ちたんじゃないですか？そうね、あのぐらいの高さから転落すれば首の骨が折れるほどの衝撃にもなるわよね。ちょっと残念そうに鴨泉警部補が言った。この人は僕が外すことを期待していたのだろうか。佐伯さん、あの渡り廊下みたいなところは上がれるんですか？
すのこ？舞台裏から通路を上がれば行けるには行けますけど。あそこは危険だからってんで、普段は鍵をかけて自由に通れないようにしてありますからね。そうですか。モーソル君、話を聞いているより実際に見た方が確実だと思うけど。そうですね。佐伯さん、案内していただけますか？構いませんよ。こちらへどうぞ。そして、僕たちは佐伯さんに従い、スノコと呼ばれる天井に渡された通路に上がってみることにした。舞台袖を抜け、狭い階段を上がった先は薄暗い倉庫だ。気をつけてください。ここは使わないものを適当にポンポン放り込んでいるから、つまずくと大怪我をしますよ。佐伯さんの言葉通り、天井の低いフロアのあちこちには大きな箱や畳まれた布のようなもの、あるいはなんだかわからない大道具の一部などが乱雑に置かれている。の、大丈夫ですか、小暮さん。オス、少し頭をぶつけただけでありますから。注意力散漫ね。オス。小暮さんが額を押さえてうめいていると、先頭を歩く佐伯さんが立ち止まった。ここがスノコに通じるドアです。ドアと鍵は遺体発見当時のままね。はい。ちょっと見せてちょうだい。猫のような身のこなしで、鴨泉警部補はドアの前に立った。僕もその背後から、分厚いドアを眺める。もともとドアについていたのは、はめ込み式の簡単な鍵だ。その上から、太いチェーンと数字錠がかけられている。随分古いのか、チェーンも鍵もところどころ、錆びついていた。これ、数字が削れてるわね。鴨泉警部補が持ち上げた数字錠は、本来刻まれていた数字の刻印がすっかりすり減ってしまい、油性ペンと思わしきもので改めて数字が書き込まれていた。年代物なんで、と少しおどけた口調で言いながら、佐伯さんが0303に合わせる。ガシャンガシャン。これじゃあ開けるのに不便なんじゃありませんか。ここは限られたものしか通らないし、そういった不満は聞きませんね。この鍵の番号はどれくらいの人が知ってるのかしら。あまり多くはないですね。今だともう私と劇団の代表と、あとは大道具の責任者ぐらいなものじゃないかな。五十嵐さんは？知らないはずですよ。だいたいここに上がるようなんて彼女にはありませんし。亡くなった女優の五十嵐さんは鍵の番号を知らなかったのか。これは後々重要な手がかりとなりそうだ。佐伯さんに鍵を開けてもらうと、僕らはスノコと呼ばれる細い通路に出た。ワイヤな音。これはなかなか怖いでありますね。小暮君、高所恐怖症とか言わないわよね。そうではないでありますが、なんともこう、尻がむずがゆくなる感覚であります。劇場を見下ろす高所にかけられた通路。スノコの足元は金属製とはいえ、網状になっていて真下が丸見えになっている。落ちるはずはないとわかっていても、もうあまり長居したい場所とは言えないだろう。だが、鴨泉警部補はそんなことには全く頓着せず、ハイヒールの音も甲高く、スタスタと歩き、舞台の直上へと出た。ここから転落したと考えるのが自然ね。結構高いですね。やだね、落ちるって考えたら怖いよな。スノコから舞台を見下ろすと、実際の距離よりもなお高く感じる。遺体で発見された五十嵐さんは、自らこの柵を越えたのか、それとも誰かによって突き落とされたか、あるいは投げ落とされたのか。モーソル、勝手に第一発見者を連れ回すな。はい、すいません。こちらの足音に気づいたらしく、佐々木課長が大声で怒鳴る。これ以上機嫌を損ねてしまうと、本当に現場から叩き出されてしまうかもしれない。すると、佐伯さんも言った。そろそろ私も戻らないと、事務所も今頃、問い合わせの電話でパンクしてると思いますし。そうですね。お忙しい中ありがとうございました。それじゃあ僕たちは舞台へ戻りましょうか。そうね。オス。小暮さんのオスは心なしか震えていた。まあ普通に高所も苦手なんですね。僕たちは佐伯さんと別れて下へと戻ってきたっていうところなんですが、一旦時間的に切り替えでここで切るんですけど、まだ心霊写真は出てきてないもんね。うん、どうなるんでしょう。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。